はい、こんにちはですね。おはようございます。おはようございますですね。おはようございます。ついに大会の当日を迎えましたね。はい、朝、はい、朝からですけど、大丈夫でしたか？起きられましたか？起きられました。はい、今日はあの大会なんですけど、頑張ってくださいね。はい、頑張ります。はい、いつものヒンジだけはいいやつで、はい、で今回は大会編なんで、はい、はい、じっくりとお送りしたいと思います。お送りしたいと思います。ね、さっきね、受付していただいたと思うんですけど、受付していただくと、このまずはパンフレットと、あとこれね、毎回ね、違うんですけど、ノベルティグッズが変じゃないですからね。はい、誰かは変だと思ってムチッケってこうやってたらしいんですけど、変じゃなくて、これなんかこんなの中にこのドライバーがぐるぐる、こんな感じでドライバーがピッピッピッと入れついてる。今回はこういうやつで、まあいろいろあれによっては違うものがいただけるんですけど、あと大会ですと、イコールコンディションにさせるために大会が、朝新品タイヤが配られるんですよね。でまたその新品タイヤなんですけど、まあコントロールタイヤなんですけど、見えますかね。はい、こんな感じでプリントが入ってるんで、これが大会限定の、大会終わっても記念にもなるような感じになってますので、はい、じゃあとゼッケンですね。こういった感じで車にゼッケンを貼っていただいて、でこのままあとは予選がこれからなので、車検の方に行きたいと思います。これから予選なんですけど、このよくもドリフトシングルとかは、このように見えますかね。こんな感じに車検があるので、はい、これからちゃんと車検場がありまして、今車検を受けて今日の基準に対応しているかどうか、それまあ対応ちょっとしてないと出走できないので、対応しているかどうか、こんな感じで車検を取ります。はい、じゃあお願いします。会社一厳しい審判が、はい、行きますからね。はい、少しのことを見逃さないで、重量とかかかったりします。OK、はい、ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。まあこんな感じで、ここにいろいろクラスによってこの車検の内容とかが変わりますので、この辺をホームページとかで確認できるので、チェックしてから出ると、あとまあ基本的にここに練習とか来た時にお店のスタッフとかに言っていただければ、車検とかも見てもらえると思いますので、この辺はご確認ください。はい、これから予選なんですけど、はい、意気込み的なものを一応何か、はい、意気込んでおきましょう。はい、ないのかよ。いや、めっちゃ緊張する。あ、緊張しますやっぱり。はい、
普通平常心で走れるようにあ、目標ですね。あ、そうですね、はい、すごく教科書通りのコメントありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。はい、返事だけはよし。はい、スタートになりました。今は先頭に比べては、先ほど、皆さんの一つの地域ですね、ゴールの目の前のところが、地域を見つけて、ゴールから、ゴールからの近所ですね。先頭が出てくるのは、近所の場合ですね。今回ですね。はい、この人たちの日本